みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はね、イオンの購入品紹介を、今日は、イオンで買ってきた購入品紹介をしたいと思います。よし、イエーイ、よっ。ということで、今日はですね、プラザと、サンキューマグに行ってまいりましたね。ということで、こちらね、プラザと、まあ、サンキューマートで買ってきたものの紹介なんですけど、まずプラザからしていきましょうか。プラザはね、基本的にコスメを中心に買ってきました。そうですね、最近私の最近の欲は漫画欲と洋服欲と美容とかコスメ欲なんですよ。その3つで成り立っていて、あ、でもたまにご飯があるかな。ご飯の欲があります、たまに。でも毎日か。この4つの欲でできてて、最近ちょっとコスメにも欲が出てきちゃって帰ってきましたので紹介します。まず1つ目はこちらです。このね、キャンメイクのクイッククラッシュカラー、まあマスカラですね。マスカラの茶色が欲しくて買ってきました。うち持ってるのは人屋用の黒い真っ黒いやつしかなかったので。あとこれ私ね、ベスコスに入ってるコスメに弱くて、これも2014年に殿堂入りしちゃってて、こればっか買う気はないと思いまして買ってきました。私ベスコス好きなんだなと思って1位に弱いんだよね。確かに。はい、次いきまーす。はい、次もこちら、お米のマスクでございます。こちらも2019年に第1位になっております。ベスコス、私ベスコス弱いんだなと思って。でもめちゃめちゃいいの。ベスコス1位になるぐらいだからもうすごいんだけど、私お米のたまにカッパックつけるとたまにね、肌がヒリヒリしちゃう時があって、これは1回目からそういう症状にならなかったし、すっごいね、肌がしっとりするんですよ。なのでもうこれはもうリピ買いしてます。もうリピ商品よね。この前2020年の第1位バッグ2の第1位のやつ買っちゃって、まだ使ってないんでね、もったいなくて。じゃあ次にね、ロム&のこのね、リップティントですね。これです、ティント。私ロム&のティントが欲しすぎて探してたんです。でこの前ドンキ行った時になくて、全部、まあその動画を見ていただければ分かると思うんですけど、なかったので今回見つけた時にもキャッキャキャッキャして選んできました。でね、これがジューシーラスティングっていう24番を選んできました。一応箱から出してみようか。箱だけ。そうですね、こんな感じです。ちょっとね、カメラが遠くてあんまり大きくはないんですけど、こんな感じです。次もロム&で買いました。このね、アイシャドウパレットでございます。ロム&ベターザンパレットパレット03番ね、ピンクのパレット。私今までなんだっけ、クリオ、そうそう、この前っていうか今までずっとクリオの01番ピンクのアイシャドウパレットを使ってたんですけど、ですね、めちゃめちゃ色が似てまして、もう私ずっとクリオを使ってきてて、1番のずっと1番を使ってたんですよ。だからそこがもうないぐらいなんだけど、今もうね、私から見るともうこの子がめちゃめちゃ輝いて見えちゃって、もう可愛くて可愛くて色が仕方ないと思っちゃって、まあ、めちゃめちゃ似てるんだけど、この微妙な差がね、可愛いのよ。ということで買ってきました。開けていきます。見てください、皆さん、可愛い。なるほどね、別々になってる。別々になってました。見てください、めちゃめちゃ可愛くない？落とさないようにね。大丈夫、落とさない。ここで落としてもパキンってなるよ。かわいい。もうこれ愛用だわ、愛用決定。
じゃあ次もね、また今回ロム&でずっとロム&なんですけど、このねザ・ユニバース・リキッド・グリッター04番ということで、あのですね、まあ簡単に言うと涙袋用のラメなんですけど、このねラメが本当に可愛くてドストライクだったんですよ、私のそのなんていうの好みの、うん、でもそれ涙袋用っていうわけじゃないの？そう、あのねグリッターってそのだからキラキラするやつだから、まあ、普通にね、どこでもいいんだろう、このまぶたのと、うん、ここのあの黒目の上とかにちゃんちゃんって塗るのももちろん可愛いと思うし、しーちゃんはあれだね、どこでもいいと思うんだけど涙袋かな、しーちゃんは涙袋にいいなって思って買ったんでしょ、思って買ったんですね、うん、簡単に言うとだからそういう涙袋とかに塗るようなラメです、うん、こんな感じのね、そのなんか銀色っぽいラメなんだけど、あの01番と迷って、01番はどっちかというと銀より金よりだったんだけど、私はどっちかっていうと金よりの方が好きだったので、はい、こっちのね04番にしました。めちゃめちゃ可愛いです。使うのが楽しみだ。サンキューマートで買ったもの、これは私のものだけなんですけど、久々にサンキューマート行ったの、もうめちゃめちゃテンション爆上がりよ、もう朝から一つ目はこちらのね大きなリボンですね、あの今流行ってないこのハーフアップにさ、こうハーフアップにしてここにこう大きなリボンをつけるっていうのが最近流行ってるって、私ね髪の長さが短いんだけどハーフアップぐらいならできるかなと思ったので、このねリボンを買いました。これめちゃめちゃ可愛くて、じゃあこれハーフアップでつけてるところをショーとかなんかの動画で出したいと思います。はい、楽しみにしててください。はい、次いきますね。次は靴下を2点買いました。これ2点で390円だったので、この牛柄のね、まずこの行こうか、牛柄の靴下にこれもう本当に一目惚れしちゃって、めちゃめちゃ可愛くて買っちゃいました。まあここの白い部分とかすごい汚くなるのは分かってるんだけど、ちょっとね白い靴下の洗い方を検索して少しでも白黒くならないようにしたいなと思ってるんですけど、一目惚れで買いました。であとこれ一目惚れで買おうと思ったら2点だったので、もう1点ね可愛いのを選んできました。このね超秋っぽい靴下めちゃめちゃ可愛くない？この黒のレースついてて、もうめちゃめちゃ可愛くて買ってきました。これをね今後履いていきます。はい、で最後かな、最後にイヤリングをね2点買ってきましたので、こちらを紹介します。イヤリングのね、もうイヤリングの銀は本当に一目惚れなんだけど、これこれです、これこちらのねイヤリング、これもう本当に一目惚れしちゃって、もうパッと見で、あって光って、光ってたよ、光ってたんだめちゃめちゃ可愛いなと思って、ちょっと大きいかなとか思ってたんだけど、思ったよりそうでもなくてめちゃめちゃ可愛かったので買ってきました、うん、もうやばいよこれ、めちゃめちゃ可愛いもん、めっちゃ可愛いで、銀だったので金のも欲しいなと思って、金ので一番可愛いのはどれかなと思った時に見つけたのがこれです。このイヤリングもねめちゃめちゃなんかパール、めちゃめちゃ可愛くて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 、うん、可愛くて買いました。可愛くてしょうがなかったよね、この2つは。本当にイヤリングとか久々に見てて、そう本当に可愛くて一目惚れで買いましたね。はい、ということで以上でございます。豪華だね、可愛い、ゴージャス、めっちゃ可愛くない？めちゃめちゃ可愛いよねこれとこんな感じで、ちょっと重い、全然重くない、逆に軽いぐらい、へえ、はい、はい、ということでね今日はプラザとサンキューマートでね買ってきたものを紹介してみました。でね、このねノム&の3つはこれね、この3つはちょっとこれでねちょっとメイクをする動画をね今後出したいと思うので、はい、このね色っていうのを知りたい人がいればぜひぜひ見てください。ということで
それではバイバーイ。